福山雅治と沢口彰の地底人ラジオ。メリークリスマス。あ、メリークリスマス。And happy new year。ディレイ時期があるので。そうですね。ね、今日はクリスマスなんですけれども、元日っていうところもございます。そうなんですね。そうなんですよ。で、妻夫木聡さんをゲストにお迎えした幸福キッチン配信になりました。ありがとうございます。ご覧になった皆様ありがとうございます。いやー、いい人ですよね。ナイスガイですよ。役者としては時になんかその狂気を感じさせるような演技とかもされるんですけど、ご本人は至って柔和な、そうですね。もちろんね、その年を重ねるごとにそのご自身が持つ個性であるとか役者としてのこう色っていうのは色濃くなってきてるとは思うんですけど、爽やか感っていうのはやっぱりねありますからね。番組の中でもありましたけど、そのもしかしたらアミューズに入ってたかもしれなかったんだよね、というね話もありましたよね。そのオーディション私司会してましたから。あ、そう。だから優勝者はって言って、妻夫木聡さんですって言った時のえっていう顔覚えてます、今だに。俺なんですかっていう。あ、っていうのはご本人が。はい。あ、本当。妻夫木聡さんですって言ったら、ええっていうすごい戸惑った顔。ブッキーは妻夫木聡って本名なの。だったはず。妻夫木聡さんですって言った記憶ありますか。福山雅治は福山雅治だったと。いや、福山雅治ってなんか僕自分の名前がそんな。まあ、馴染んでるというか慣れ親しんでる名前だからだと思うけど、はい、まあ、前から言ってますけど、やっぱりこう妻夫木聡とかさ、やっぱ漢字名字が漢字3つってやっぱり相当かっこよくないですか。あ、 なるほど。3文字ね。武者の工事ってもっと多いけど、あれ武者の工事ですね。実篤ですね。実篤は4つ、武者の工事、武者の工事は4つですか、ね、4つだ、4つの名字前山田健一みたいな。前山田すごいね。山田だけじゃなくて前がついてる。前田でも山田でもなく前山田前山田って言ったらなんかすごそうっていうね。かっこいいですよ、妻夫木って。妻夫木さん、まあプライベートではそうですね、もちろん交流ありましたし、でジムも同じでジムメイトで、すれ違って、まあ、ご挨拶、ある時に あるレストランで予約取っていて、そのレストランって当時6人貸し切りっていうレストランだったんですよ。で6人だったんだけど、6人貸し切りレストランってあるんですか。6人の貸し切りのレストランがあるんですよ、でどうしても1人捕まらなくて、まあ、どうしようかなと思って、あのジム行った後にそのレストランだったんだけど、ジムにブッキーがいて、あ、ブッキー今日空いてるって言ったらえ、なんすかって、いや、これこれこうでこのレストラン押さえてて、あの一人欠員になっちゃって、空いてるって言ったら、空いてます。それであの来てもらってっていうこともありました。ジムにいて当日空いてる主演の人ってなかなかいなくない？いやいや、まあまあジムに行って当日空いてる大河の主演やった人ってなかなかいないでしょ。まあまあ それが2人いるわけですからこれね。まあ俺は当日空いてるというか俺は決めてたんだけど、いや嬉しかったですね。っていうかむしろ持ってると思ったね。なかなか取れないレストランだったんで、そこはもうしょうがない、これ一人欠員でいっか、もうしょうがないな、もう一人欠員でお店の方には申し訳ないけどそれお願いしようかなと思ってたんだけど、いたいたって、まさに最適な、遠くでなんか重たいの持ってる人いたいた、ブッキーおいブッキー、まあ、そんなクリスマス幸福キッチンをお送りしましたけれど、ね、来週、そしてまあ今日見たっていう方もいるってことになるんでちょっと複雑なんだけど、そう、ね、そう、1日だから次また1日だから、1月1日2022年1月1日はタモリさんがスペシャルゲストでございますからね。楽しみ。いやー、なんかね、昔どなたかが言ってらっしゃいましたけど、会いたい人とは仕事するのが一番早いっていう話がありまして、なかなかこう我々ね40も50もってなってくると、じゃあご飯食べに行こうかっていうのはまああるけどやるけど、でもやっぱりお仕事でスケジュール切ってもらった方が間違いないですよ。大概の人は今日この後空いてるって言っても普通空いてないっていう。
あとやっぱりどうしてもね、なんか仕事が優先というか、どうなの、リタイアとかって考えたりすんの、総口さん。いや全然、はい、もう仕事は仕事であるうちはずっとやり続ける。オファーしていただけるんだったら、まあそら、でもその、まあ、月に行きたいとか宇宙に行きたいっていうのがないまでも、はいはい、やっぱり人生でこれだけはやっておきたいんだよねっていうことがいくつかない、旅とかさ。あ、だから一つはそのヒマラヤに登ってみようかなっていうのがあったんで、もうそれはもうほら成し遂げたじゃん。だからそれはもう逆に定年退職してさーっていくと、もう足腰が弱ってる可能性あるから今だなと思って、うん、もう今もうじゃないんだ、それヒマラヤ成し遂げて、どうしてもここに行きたいとかってねえ、どうなんでしょうね。別にそれは、まあ、ここに行きたいということじゃなくてもいいけど、これをやりたいってことですね。こんなことして3ヶ月ぐらいこう過ごしてみたいみたいな。でもやっぱり会社を辞めて本当に半年ぐらいブラブラしてたんで、もうなんかブラブラいいかなと思って。まあ僕はもう相変わらず英会話といやまだもう毎回言いますけどね、それね。あと3ヶ月みっちりかけた肉体改造をやってみたい。あ、もう仕事しないでね、もうそのことだけを考えて、週にだから5日6日、週6日か、1日3時間のトレーニングを週6日やって、1日は休まなきゃいけないから。なるほど、あの体、まあ、部位を変えていく、あの、はいはい、いわゆるボディービルダーの体の作り方だけど、今日はこの筋肉、そう、今日は胸、今日は腕、今日は背中、今日はお尻とか、そういう、まあ、なかなか日常生活をこう営みながらだと難しいので。もう130キロぐらい上げるつもりで。いやどうかな、逆に上がりにくくなんじゃないかな、体脂肪と糖質削っていく。あ、1回だから1ヶ月間まずあの糖質入れて脂質も入れて体大きくして、うんうん、そっからこう削っていくって感じになると思うんだけどまあでもそれやるんだったらね、なるべく早めに始めた方がいいのかもしれないですよね。あとは別に やってもやんなくてもいいけど、やっといた方がいいかな、やるんだったら若いうちがいいかなみたいな体のメンテナンスっていうのがあって、はいはい、やんなくていいのよ。例えばその前もほら言ったじゃん、あの鼻中隔湾曲症とかさ、あ、まあレストアですよね、車で言うところ、車検じゃないけど一回整備出しとこうかっていうことですもんね。そう、サスペンションやっぱりちょっとこれオリジナルだと厳しいんで、はい、あのオリジナルの新品があればそれを使うけど、はい、なければちょっと違うところのサスペンション入れようかなとか、あ、バッテリーそろそろこれ変えた方がいいかなとか、なるほど、電装系も一回配線し直した方がいいかなとかっていうのがいろいろ下手ってきてますからもうね。ない、そういうの。あります、あります、あるでしょ。はい、型来てるなっていう。おそらくなんかで50代の体力のあるうちに一回ちょっとそういうのちょいちょい やった方がいいんじゃないかなって俺勝手に思ってるんだけど。50型とか来てますよ、右肩の方。あ、それって炎症なんでしょ、関節 の骨と骨のあるところから上に上げ、まあ、上がるんですけど、なんかちょっと痛いなみたいな感じがあるんですよ、うん、俺もね50型かなと思ってたんだけど、俺のは50型じゃなくって、極下筋と小円筋と三角筋のチューブ繊維と前部繊維、あと大胸筋の付着部分、上腕二頭筋の付着部分、それぞれのこう塊が全然入ってこないですよ。なんかそんな、あ、そう、もう全部説明したんだけど今その筋肉がつながってるってこと、腱で、まあまあまあ、でちょっとベンチプレスの重たいのやるようになって上がりにくくなってるの、手が。で俺50型かなと思って聞いてみたら、トリートメント、いつもマッサージやってるジムの人に、はい、いやこれね福田さん50型じゃなくて、それぞれの肩を回す、うん、上げる筋肉が絡まってるだけなんで、まあ、マッサージしてストレッチして、あと、まあ、たまに針打ったりすればこれ全然回りますよって。相当回るようになってきた俺。あ、そうですか、うん、どうすんの50型。いやこれほっといても1年ぐらいで治るって書いてあるんですけど。そう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 、そうらしいね。でも肩専門の病院ってあるんですよね、うん、まあ、ちょっとそこに行ってみようかなと思いながら、ちょっと今なんかチラチラサイトを見てるんですけど、年齢によってのものってまあ必ず来るんだと思って。あとはまああんまりそんな体にメス入れるっていう程度のことじゃないけれども、足の指の爪のお手入れはなんかネイルサロン行きたいなって思うようになってきた手は自分でできるから指は、 あとこれ楽器なんで右手の爪の、そうですよ、伸ばしてるんですよね、うん、これはまあちょっとあのネイルサロンでやる云々じゃないんで、うん、あでも足の爪ってなんかこう磨いたりしてもなんかねこう
うまくいかないというか、まあ、ただそんなに裸足人に見せるもんでもないからいいかなとか思うと、それが嫌なんですよね。違う違う、人に見せるか、自分が自分を愛するために自分を美しくしたいのよ。これが愛されボディだ、自分に愛されボディだ、自分で自分を愛したいから。自己愛がすごいですね、なんかね、もう。そう、いや、なんかさ、こう裸になった時とかにこう靴下脱いだ時になんか足汚いと嫌じゃない。まあ確かにね、爪の間にさ、足の親指の爪の間に靴下の内側の毛玉みたいなのが入り込んでる場合があるじゃない。ああいうのとかすっごいがっかりするんだよね。自分で自分に対して、自分で自分にがっかりするんですか。俺ここに足の爪の間に毛玉が入ったまま今日一日仕事してたんだと思うとがっかりするのよ。コンディション悪いまんまだったな。だからそういうなんかちょっとこう全体的なメンテナンスっていうのを時間かけてやりたいなっていうのが一つ、はい、それと3ヶ月ぐらいかけてしっかりした筋肉をまといたいなっていうのが一つ、はあ、だどっちかなと思って、先に筋肉つけて体に小さなメスを入れていく方がいいのか、体に小さなメスを入れた後に筋肉つけていった方がいいのか、これどっちにしようかなと思って。やる気ですね、一応ね、もうね、やる気やる気だって、60代をいいコンディションで迎えるためにはほっといていいものもあるけど、ほっとくとこれいつかやんなきゃいけないなみたいなこともいつか出てくるんで、そこはちょっとねプランを考えてますね。うん、まあこれはね、もう本当にその石橋を叩いて渡るといいますか、そういうタイプの人間なので、60代をいかに健康に過ごすかっていうプランをもう今からもうすでに練り始めてるって感じですよ。50代は60代からの自分が最高の状態であるためにっていう、ね、まあ、ちょっと健康話が長くなるけど、50になってからやっぱりいろんなところがボロになってきたなってやっぱ思うもん。まあありますね、やっぱりさっきの方もそうですけど、あ、本当にそうやってなるんだなと思って、うん、あ、なんか手が老けたなとかって思うよ、自分の手見てて。 あと腕とかも、あ、なんかおじいちゃんぽいみたいな。いや、だからもう40代よりももっと保湿してるもん、やっぱり。さらに保湿させてる。しないとね、いわゆる年相応にどんどんなっていく。そう。でもね、保湿してもやっぱり保湿したおじいちゃんの肌になる。若返りはしないのよ。あ、まあまあ、そう、バスはしょうがないですね。20代の肌にはやっぱりならない。ならないですね。だなんつうのかな、あの、よく手入れされた京都のお寺にはなるけど、やっぱ新築の寺にはならないわけですよ。だからもう、いや素敵ですねって言いながらも、もう年月は感じるっていう、ね、よく踏まれた石畳なんですよ。ツルツルになった、できたばっかりじゃないっていう、ね、できたばっかりじゃない、まあ、よく言えばエイジングされて味のある感じになってきてるんじゃないかっていう、ね、まあそうですね、だから保湿は大事だなっていうのはもう本当に感じてますね。はあ、はあ、いろんなもの気になりますね、やっぱね。いや、だから私もだからその眼瞼下垂とかの手術とかってどんな感じなんだろう、調べてみましたもんね、なんか、あ、全然眼瞼下垂してないじゃん。でもなんか眼科に行った時に眼瞼下垂の手術、あ、できるよって言われて、あ、どうすんのあれ。やっぱあれ切らなきゃいけないですよ。どこ切んの。あの上のところを切ってなんか縫うって言われたんですけど、うんうんうん、まあちょっと跡が残るけどって言われて、やっぱ跡残るんだと思って。ああ、まあどれぐらいその眼瞼が垂れ下がってくるかと、あと眼瞼の肉厚さによるよね。いや誰だって垂れ下がってくるからさ。あ、そうですよね、うん、だからそう、資料とかをすごい読み込んでみて、はっと気づいて、俺何をこうやって真剣に読んでんだろうと思って、まあまあまあちょっと今でまず普段からクッとしていや、そうそうなのかなと思って、そう、目をこう開けてないからなんか眠そうな感じになってきてるのかなと思って、そういつもなるべくこうして。面白いですね。それ、あの、酔っ払って、まぶた閉じてる時に、なんか、いたずらで目をかかれて、まぶたにかかれた人みたいな感じの目になってますね。うん、でも、俺も割と、こうしてるけどね、なるべく。そうですか。うん。やっぱほら、スマホとか見てると、こう、眼瞼下垂しやすいじゃない、下向いてるから。あーって言いますよね。だスマホ見るときも、なるべく上で向いてるから、こうやって。え、顔より上にスマホ上げてるんですか。こうやって見てるから。それ面白いですね。上目遣いに見て。でも、そうするとね、肩の乳酸が溜まってくるんだよね。でもあんまり、だからパソコンとか本とかでもそうだけど、下に置かないようにしてますよ、こういうこう、あ、な、上目に置いてますよ、こうやって。確かに今座ってるところの目の前にタブレットありますけど、ちょっと上にありますね。そう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 、
なんだったらもっと上でもよ、これぐらいで。これぐらいで。しまった、私はベタって置いてしまった。ダメ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 。眼圏下垂もするし、口角も下がるし、二重顎になるし、首もストレートネックになっちゃうから。しまったな。はい。いや、いろいろ気になってますね。いや、そう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 。もう本当に、気をつけていきましょうね。ちゃんとお手入れしていきましょうね、ちゃんとね。メンテナンス、整備。まあ、まあ、もう本当にもう車の整備と同じですよ。そうですね。たまに空気圧とかちゃんと見てみたりとか、はいね、はい、では今夜も行ってみよう。福山雅治と地底人ラジオ。さあ、君待ちリクエストのコーナーです、はい、東京都小平市の木津博くん38歳、男子会社員。福山さん、総武さん、こんにちは。こんにちは。私には恩人と言うべき上司がいます。なぜ恩人かというと、その人のおかげでブロスの一員になったからです。お、それは俺にとっても恩人だな。4年前その上司に福山さんのライブに連れて行ってもらいました。私にとって初ライブが福山さんの野郎屋でした。たくさんの野郎と共に熱い熱い夜を体験して、もう福山雅治についていこうと思いました。すぐにブロスの入会手続きをしました。その後の人事異動で上司とは別々の場所で働くことになったのですが、数年経った先日、人事異動でやってきた中にその上司の息子さんがいました。驚きました。というのも、私をライブに連れて行ってくれた上司がブロスに入会したきっかけこそその息子さんだったからですね。何？その昔反抗期だった息子さんの気を引こうと、息子さんがファンだった福山さんの歌を聴いてるうちにその上司もハマり、親子でブロスの道に入ったそうです。道なんだね、これはね。ブロス道。私をブロスに導いてくれた上司をブロスへと導いた息子さんとも仕事だけではなく、ブロス同士いい関係が築けたらいいと思います。そしていつか私も含めて3人で野郎や参戦か、そんな日が来るのを楽しみに日々頑張っています。リクエストは上司がカラオケで歌っていたグッドラックのライブバージョンお願いします。と。あ、これはじゃああれかな、野郎屋ですね。野郎屋ビギニングからかな、はい、ああ、そういうご縁があるんだね、日本の男子の中にもね。いやー、やろうやできるのかな、いつの日か、いつの日かね。これはもうやろうども次第ですよ。おお。いつもこれだけはすごいなんか委ねますよね。他のやつだったらみんな来て来てやるよっていう。だって全然ソールドアウトなんなかったでしょ。1回になりましたけどね。1回なった、2回になった、2回になった。もうとにかくね、チケットの動きが遅い。気が気じゃないわけよ。まあどっかでね、 やりたいですよ ね、 ね、またね。じゃあその記念すべき男性限定ライブ、やろうやビギニング、ね、一番最初のビギニングより、福山雅治でグッドラック。地底人ラジオはダンロップの提供でお送りします。東京渋谷区のコミュニティ FM 渋谷のラジオから全国22局ネットでお送りしております地底人ラジオ。各コーナーはじめとする番組宛てのメールは番組サイトのメールフォームか、地底人アットマークしぶらじ .com まで、どの放送局でお聞きになっているかもぜひ書いてください。メールが採用されるとオリジナルの地底人待ち受け画像をプレゼント。また放送中はハッシュタグ地底人ラジオでのツイートを我々見てますから、これ後ほどね収録で紹介させてもらうこともあります。で、先日ポップスターをオンエアした時にですね、うんうん、こんなツイートがありました。ドットさんから、ポップスター2018年のツアーからギターを3回変えてると。うん、そうやってギターを変えるのにはどういう理由があるのか、いつか説明してくれる日が来るのかな、聞いてみたいな。はいはいはい、3回変わってるんですよ。主にジャズマスターでやってたんですけども、タバコサンバーストの、その前ってなんだっけ、どれでやってたんだっけ、
今はバーニングウォーターだよ。だからそのジャズマスターのタバコサンバストの前が何でやってたかちょっと覚えてないんだけど、赤いジャズマスターでやってたんだっけ最初は。それかもしくは白のストラとか、いずれにせよシングルコイルでやってたので、で、今回ジャズマスターからバーニングウォーターに変えた理由は、バーニングウォーターの去年購入したのかな、一昨年かな、あれね、ジェームス・タイラーの2018年の、限定モデルなんですよ。でやっぱカッティングのキレが良くて、音が抜けてくるんですよね、埋もれない。でジャズマスターはあれヴィンテージなので、まあ、はからんだ指板で、あのネックのところがね、あの音が太くて、まあ、柔らかさもあって、でもシングルコイルならではのジャキジャキ感があって、でいいギターで個性のあるサウンドしてるんだけれども、ちょっとアンサンブルの中に入れると埋もれがちなんですよ。やっぱ現行のギターの方が抜けてくるんで、どうしても性能的にね。でバーニングウォーターでリハの時に試してみたら非常にこの抜け感が良かったんで、今回のツアーはバーニングウォーターにしようかなと思って、サウンド的な理由です、はい。もう聞いてそこまで分かる話じゃないですねこれは。もう本人の問題なんで、本人がこれかなっていう、ちょっとしたこうね、だから例えばディアなんかでもリハーサルで試してみたんだけど、去年購入したレスポールのカスタムショップ、マーフィーエイジドっていう、トム・マーフィーっていう、エイジングがすごい上手な技術者がいるんですけど、トム・マーフィーエイジドをヘビーレリックっつって、ものすごくこうエイジング加工してあるやつを購入 したんですね、はい、よかったから、はい、よかったから買ったんだけど、はい、でも今まで通り使っている、それはもうずいぶん前に購入してたんだけど、黒のレスポールカスタムの、もうすごいライトエイジング、ほとんどエイジングがかかってない、はあ、そっちの方がやっぱり合ってるんだよね。なるほど。なのでもう聞いてる方にとっては、え、何が違うのっていう状態だと思います。でも僕にとってもものすごく違うので。そこにこだわらなくなったらダメだっていう、いやいや、要はその頭の中で鳴ってる音にどんだけ近づけるか、もしくはそれと同じ音が出せるかなので。なるほど、まあ、ギターを変えるにはちゃんとそうした理由が僕にはねあったという、はい。ね、ツアーの方も続いていきますけども、ここで改めて、まあ、今回2021年最後の、まあ、一部地域ではね2022年最初の放送なんですけども、2021年をざっくりと振り返ってみようかなと。はいはい、福山さんの、はい、2月6日52歳になり、ブロス30周年記念番組幸福キッチンがスタートしました。はいはい、52歳ってこう字にするとだいぶ大人だな。そうですね、文字にするとね、52ね、3月16日長崎クスノキプロジェクトウェブがオープンしました、で3月18日は長崎の編プロジェクトも始まり、で、3月21日に 31st アニバーサリーライブスローコレクション配信になりました、はい。4月3日にはこの番組地底人ラジオがインター FM と香川西日本放送でネットがスタート。ありがとうございます。4月26日 NHK ファミリーヒストリーもありました。ありがとうございます。5月31日そうだったムック本、リスナーが本気で選んだ人気ラジオ番組完全ガイド、でリスナーが本気で選んだラジオ番組最強番付2021俳優アーティスト部門で1位獲得。ありがとうございます。特集記事もありがとう、表紙もね、いやありがとうございました、本当にありがとうございます。で6月1日ブロス30周年記念特設サイトブロスアイランド、はい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 、ね、スタート誕生しました、そして地底人ラジオで焚き付け&養成コーナーが6月にスタートして、あ、そうなんだ、もうなんかずいぶん前からやってるような気がする、ね。で7月15日はいよいよね2022年公開の映画ガリレオ沈黙のパレード制作発表、はい。7月28日にはアルバムライブアキラブルーレイ &DVD がリリース、7月31日に We Are Bros ツアー2021-2022の開催が発表されます。この時期ねいろいろ悩みましたね。
あ、そうですか。うん、いや、まあ、だってコロナがもうすごく感染者数が多かった時期だったんで、そして8月6日主題歌カナタでが起用された映画太陽の子公開になりました、で、9月25日には世界を救うかもしれないダニエルさんの寝坊話をヒゲ団のメンバーがラジオで話題にしてくれた。あまりにもニッチすぎないかこれ。まあ、一応ほら人気者にはちょっとこう、ね、触れていこう、はいはい。10月には、TBC 東北放送、新潟 BSN ラジオラジオ沖縄でもネットがスタート。ありがとうございます。でいよいよ11月27日 We Are Bros Tour 2021-2022 が始まりました、でこのあと、ね、次この間12月16日映画おしり探偵シリアーティーに福山さんが出演すること決定しました、大晦日には紅白歌合戦14回目の出場も決定し、まあ、もうこれもう見たよっていう方も、ね、いらっしゃるかもしれませんけれども、これから見るよっていう方と見たよという方がもう混在してる、混在して、ね、いろいろ軸を超えたラジオ番組ですから。そうなんですよね。どうですか、ざっくりと振り返りましたけども。今年そうですね、主にあのラジオの活動が活発だったのと、あとまあやっぱり音楽ですよね。2020年にできなかったことがこちらにこう なだれ込んできてるというか、まあ、2020年が僕の音楽デビュー30周年だったんだけれども、結局それが形にできずにだったんで、今行っているツアーを30周年のツアーとさせてくださいっていうことで今回ってるんですけれども、まあ、そのやっとですよね、あのアルバムアキラが具現化できてるっていうことで言うとね、あとは焚き付けが始まったのを思い出しました。あの総口さん、はいはい、総口さんが、はいはい、肌の手入れが雑だっていうことで始まったんです。そうでしたっけ。そうよ。だから保湿とかしないのって言うと、保湿なんの、その水バーッてかけてればいいんだ、それ保湿だみたいな。そんなひどいこと言ってましたっけ。言ってましたよ。だから実は総口さんって結構男っぽいんだよね、兄貴肌だねみたいなことからそうなっていったんです。妖精はなんで始まったんでしたっけ。妖精はおそらくリスナーからのリクエストだったと思います。ああそうですか。なんかの妖精になってくださいっていう。なるほど、そうでしたっけ。そうかそうか。あの偶然妖精キャラが生まれて、あ、それまでは、はい、あの正治さんに怒られたっていう、あ、あったあった、鬼パーソナリティ、鬼パーソナリティ正治さん、鬼パーソナリティどっか行った、そういえば。でほら、鬼上司のなんとかに叱られたいっていう、その BL 系の漫画かな、あがあって、へえ、そういうなんかそういうマーケットってあるんだみたいなことで鬼パーソナリティ正治さんに叱られたいをやってみたものの、呼び込んでみたものの、やっぱりラジオリスナーの皆様は叱られるのは嫌だっていうことが分かり確かにあんま来なかったもんな。褒められたいんだっていうことになり、じゃあ褒めるから、じゃあ送ってよって、でなんか偶然そのメール、褒められたいの中に妖精がいたのかな、妖精をやってくれみたいなのがあったのかな。もう記憶が私も曖昧ですね。うん、あとはまあ映画撮ってましたよね。2021年でいうとガリレオ注目のパレードのね。ねえ。だからね、なんか結構なんかあんまり活動できてなかったなと思ってたんだけど、振り返ってみるとみっちり活動してるね。だからまだ世に出てないものについてね、いろいろやったりとかね。こうやって振り返るともうなんかみっちり映画にラジオに音楽にやってますね。まあね、特にその夏過ぎぐらいまでは結構不安な状況も続いてましたね、その中で。そうですね、だから準備はずっとしてましたからね、スタッフともどもね、そしてアルバムアキラというね、僕のそのシンガーソングライターの原点をもう一度その旅するという、17歳の父親との別れを旅する、ソングライターの原点にもう一度戻るっていう、そして沈黙のパレードという一つのこうエンターテインメントでありながらも重厚さのある、あの大作ですよの、撮影をし、でアルバムアキラが発売になった後のこう福山の30周年、音楽の集大成30周年と、福山自身ソングライターとなるきっかけとなったその17歳の頃の死生観を色濃く表現したアルバムを持った
半年間に及ぶ大規模ツアー、その中で発表された映画おしり探偵シリアーティこのですよ、このコントラスト、はあ、この振り幅、このグラデーション、はあ、実に面白い。いや、そこは湯川さんに頼って、これね。頼ったの。はあ、なるほどね。はい、そして2022年はどういう年になっていくのか。まあ、だからそのシリアーティ教授としての映画出演と、アニメですけどね、はい、湯川教授としての映画出演、教授と教授と、ね、その間でまあツアーもやっている。ツアーもありますね、全部、ね、はい、で、まあ、ツアー中に53歳に僕はなり、はい、総口さんが6月でしたっけ、5月か、5月に、この話もう30回ぐらい5月に、はい、60歳じゃないや、いやいや、なんで急に私だけ7歳年取るんですか。54歳、54歳に見えないですね。いやいやいや、もう眼瞼下垂にもなってます、もういろいろあるんですけど、ね、やるの、まあ、眼瞼下垂の手術したいの。いやなんかね、いやだからこうしてればいいって。ね、目をまた見開いて、あ、こうやってれば大丈夫だから。あ、そうですか、うん。かなり面白い感じになりますけど、まあまあ、小原さんもね、ちょっと昔からちょっと下垂気味なんで、もっとこうした方がいいですよ。そう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 。いや、そんな小原さんね、眉毛も一緒に上がる。眉毛はそのままで、眉毛はそのまま、目だけこうクッとこう。よくできますね、そんな顔。眉毛はもう動かさない。すごい、よくそれできますね。眉毛はダメダメダメ、眉毛に近い、眉毛だけどこうなるから。そうじゃなくて、こうじゃなくて、超面白いな。こうじゃなくて、面白いですね、こう。目だけよくそうで開けますね。さすがですね。なんかどうしても眉毛上がって、ほら、こう、シワがおでこに寄っちゃうから。もう、眉毛はもう、一切力を抜いてる。あ、そう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 。で、目だけこう。すごい。すごくない？目力だけがアップしてる。こう。面白いな。こうしてれば大丈夫だから。そうですか。うん。パーマがますます似合う感じになるよ、こうしてれば。だ誰に会わない時でももうこうしてるんですよ。一人でいる時でも。一人で家でこうしてる。で、口角も下げないように。口角も上げて。やばいですね、それは。ホラーですね、ちょっとなんか。家で、常にやっぱやってない。こういう努力なんだな、やっぱりな。そうそう、あのウェイトトレーニングみたいなもんだから。そうですよね、筋肉は衰えて使わないとね。そう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 。そう、マスクしてるから、まあ多分ね、皆さん結構こう、聞いてる方もそういると思うんですよ。油断して。俺マスクなんて、マスクしてるときずっとこうしてるからね。え、マスクの中で口角上げまくってる。ずっと笑ってるからね、マスクの中で。やばいやばい。面白い顔になってますよ、それ。うん。だって人知れず、人知れずできるわけじゃ、それが。そうですね、あ、こうやって。確かに。あの、マスクしてないと、うわ、どうしたのってなりますけど、うん。マスクしてないとジョーカーみたいな顔になるから。本当にジョーカーですね、これ。マスクしてないとずっとこうしてる。はぁ。そういうことやればよかったのか。そうよ。わかりました。この2年間何をすべきだったか、マスクの中で。口角をずっと上げっぱなしにするべきだったのよ。だから最近の若者はね、マスクは顔パンツだっつって。はいはいはい。逆にもう取れなくなってるっていうね。シリアーティじゃないですか。マスク顔パンツ。時代も完全に合致してる。もうなんだ、もう来年流行語だな、これシリアーティ。顔パンツからの、顔パンツ、だって顔にパンツ履いてますからね、シリアーティね。そう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 、はあ、顔にパンツ履いてる、まさに顔パンツだ、うんうん、シリアーティと地底人キャラがコラボして、地底人ラジオシリアーティハリーポッターなんたらかんたら、そうですね、地底人ラジオとシリアーティがコラボすることによって地底人ラジオにも大きな波及効果が、いいですね。だってコラボですね。新しい新作にちょっと出してもらったりとかして。シリアーティとしてだったら、ちょっといろんなとことコラボできるんじゃない？やっぱりそのクレヨンしんちゃんにしても何にしても、その声が入ったようなグッズもたくさんありますから。はい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 。もう数限りなくありますから。ブレイこかせていただこう。ああ、そうですね、うん。そういうのをこう喋るいろんなグッズだったりとかね。うん。まずは、春先にですね。はい、おしり探偵シリアーティとして登場しますからね。その後9月の16日映画ガリレオ沈黙のパレード公開予定、2022年もよろしくお願いします。
野正治と総口明久の地底人ラジオ。宇宙に行っていたね、あの企業家の前澤友作さん、うん、それも話題になりましたけれども、うん、その宇宙旅行に出発した12月8日、うん、こんなネットニュースが福山さんのことを取り上げておりました。題して、実は月に土地を持っている芸能人ランキング。はいはい、まあ、月の土地は買えるんですよね。買えます、ね、買えるんですね、うん、でそういうね、もうすでに月に土地を買ったぞという有名人、第3位が井ノ原さんですね、うん、命ね、命ですね、第2位が矢口真理さん、ね、あ、矢口さんそうなんだ、で1位が我らが福山雅治さんでした。拍手が乾いてるな。土地になんか月にまで不動産を所有しているっていうね。これですね、あのオールナイトニッポンという番組をやっていた時にその話になって、じゃあ買おうよということで購入したんだけど、はい、その権利書っていうか書類どこにあるのか分かんないんですよね。天原さんですね、あれ、あ、じゃあ俺もうどっかやっちゃってんな。それなんで睡眠学習機は取ってるくせにそういうの取ってないんですか。ちゃんと買い直そうか。あ、まだ売ってんですか。うん、どれぐらい買ったんですか。いや、なんか2700円から買うことができるんで。あ、一口2700円、何平米、まあ、最小単位、ね、多分ね、A か何 A かみたいな話だったと思うんだけど、1A か、1A かいくらなの。1200坪、1200坪でいくら、3000円ぐらいでは2700円。え、1200坪で2700円なの、安っ。じゃあ、まあ、買い直しておきます。はい。10A か。そんな買ってどうする。27,000円。そんな買ってもったいない。それそうかな、まあまあいいじゃないですか。まあ確かにね、1位福山雅治って出たら、それ見た人たちがビッグスターにふさわしい結果になる、ね、だってこうやって取り上げられて、確かに買ったんだけど今書類どこに行ったか分かんないっていうのも、まあオチの一つとしていいんだけど、はいはいはい、もうどこ行ったか分かんないんですよね、だとなんか次になんか知り探偵とか、ガリレオの映画でプロモーションで動いてバラエティ番組出させていただく時のトークのネタとして弱いじゃないですか。なるほど。そこで10A か買ってんのってなりますよね、うん、10A か、いや、そこじゃないんだ、いくらなんですか、2万7000円安っていう、ちっちゃくポンと笑いが起きる、だから、まあ、そこまで睨んでの、そうですよ、ただもう手ぶらで買うわけないでしょ。だからほら、福山雅治さんって現実的なイメージがあるんで、ファンタジックな買い物をしていることに驚いた、いや実はその先にものすごい現実的な目標があって、そう、ね、バラエティに出演させていただく時のトークアンケートに答える、こう月の土地買い直しました、ね、作家さんが助かるやつ。ああ、これちょっと ね、喋ってもらおうか、これ面白いですね、喋ってもらおうかなみたいな、なので10A かとりあえず、どうする、地底人ラジオとしても買ってもいいし、まあ、僕は、ね、個人で買うけど、地底人ラジオでも持っといてもいいですよ。いや、まあそんなに買わなくてもいいでしょ別に。20A か、いやいやいや、いらないそんな、まあ、僕個人で出してあげる。いや、いいですよ、分かんないじゃん、地底人ラジオで月に行った時に、あ、やっぱ買っといてよかったわ 10A かってなるかもしれないじゃない。ただなんかなんかあったよ、場所のこの場所みたいなのが、あ、なんか3枚権利書とかね、ついてくるんですよ。だってさ、銀座のね、三越前みたいなとこが本当は欲しいわけじゃん、急遽堂の前みたいな、なんかね、一番地価が高いところですね、でもそこはもうなんか当然のことなんか売ってないみたいな感じじゃなかったっけ、違ったっけ、分かんない、その権利書と月の地図があって、多分この辺り、そうだから月の地図よ、で月の憲法と3枚来るっていうね、月の地図見てさ、だから月の地図見てどこが人気の場所なのかっていうのが問題なんだよね。まあ確かに、いわゆる商業施設とか全く建たないようなね、人がいないようなところを買っといたってね、そうなのよ、まさにこれクズ土地をつかまされたみたいなね、これやっぱさ、渋谷のねど真ん中に欲しいじゃん、そりゃいいとこですねそれね、欲しいじゃん、あ、ほっといてもテナントがどんどん入るよね、建物だったら六本木交差点近くとかさ、銀座三丁目、はいはい、少し、うん、
その辺欲しいんだけど、多分もうないんじゃないかな。地ぐらいが高いところがね。そうそうそう、地ぐらいが高いと、神戸でいうと芦屋とか東京でいうとこの元麻布とか、うわ、そういうとこ欲しいわけよ。絶対値段が下がっていかないっていうね。下がっていかないと、持っとくだけで OK っていう。これ月のうさぎのちょうど耳のところに当たるところだと思います。月で一番有名なのってどこ？月のこうなんかでっかいクレーターがあるじゃん。月の海だっけ？月の海とかなんかありますよね、なんかね。月の海あたりどうよ。月の海だったらみんな知ってますね。ああ、月の海。そう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 。月のどこって言われて、ああ、月の海よ。言いやすいじゃない。これはね、濃い色の玄武岩で覆われた月の平原っていうのがあるんですよね。うん。それが月の海。月の海。月の海の周りとかね。月の海の真ん中、まあ、月の海の真ん中は盆地、くぼ地になってるから、はいはい、月の海の周り、縁のところがいいんじゃない？福岡でいうと大濠公園の周りみたいなね。うわ、でもそしたらこのルナエンバシージャパンの方からその辺りだとやっぱり1エーカー、5400円になります、ね、それぐらいでいいのか2倍になったりとか。いや、まあ、でも買いましょうよ、いずれにせよ、はい、で、あの僕の分と地政地ラジオの分と僕はあの払っときますから、支払いしておきますから。なるほど、はい、はい、さあここで1枚年末年始普通歌大掃除紹介しておきましょう、はい、埼玉県川口市のてんてんさん、26歳女性会社員の方、インター FM で聞いていただいております。と、福山さんこんばんは。てんてんさんこんばんは。恋愛こじらせ女だった私がなんと約2年ぶりに好きな人ができました。ほほう。半年ほどデートを重ね、タイミングを見つけて告白しようとしていましたが、うん、彼から突然沖縄へ転勤が決まったと報告を受けたので、もう会える距離ではなくなると思い私の気持ちだけを伝えました、うん、もう告白の返事は聞きませんでした、うん、ここまでは良かったんですが、まさかの沖縄転勤が流れ、うん、これからも遊べるから嬉しいよと言ったら、うん、その男性がいやー、てんてんの気持ちを知った上でその気持ちに応えられないのに今後二人で会うのはやめたいなとあっけなく振られました。へー。これからも友達でいられると思っていた私はなんて自分勝手な考えだったんだろうねえ。告白した以上関係を断つ以外の選択肢はないのかと自問自答を繰り返しても答えは出ませんがね、久しぶりに好きな人ができて楽しかったし幸せでした。嬉しさ半分悲しさ半分のこの気持ちを今年中に清算したいです。まあズバリ言ってもいい？てんてん、誠実な人を好きになってよかったじゃないかね。えちゃんとこうはっきりさせてくれるっていうのがいい人なんじゃないですか。だからそんな中途半端な気持ちでお互いのために良くないからね。うん、普通はだってもう完全に向こうはてんてんの子が好きなわけですから、うん、その好きな気持ちを利用して中でもしてやろうかぐらいのね相変わらず下水ね総口さんのそのね、はいはい、そのベビーフェイスの向こう側にあるゲスの極み童顔パーソナリティっていうのが時々顔を出しますけども、はいはい、まあそこまでじゃなかったとしても、はい、まあ飲み行こうよって誘ったりいつでも来てくれるんでしょうとか、まあ、ちょっと都合のいい感じで使えるんでしょうみたいな。そうそう、今日ちょっとなんか腹減って誰もご飯食べる人いなくて暇だからてんてん誘ったら絶対来てくれるよなみたいな、なんかいい風にこう使う人もいるだろうし、完全に立場がちょっと上下できてしまいましたね、うん、でもちゃんとそれをねちゃんと言ってくれるのはそれ相当誠実な人だと思いますよ。まあだからねてんてんさんも好きになったのかもしれません。そう、まあでもとはいえやっぱり慌てて告白しなければよかった。いやでもそんなさタイミングはもちろんあるけど、恋愛や出会いやにねいろんなタイミングってあるけど、答えが出たのであればそれはもう次に行きやすいじゃないですか、うん、それはそれで、でその答えを出してくれてるから人生は短いよ。確かに、うん、どっちかわからないまま引っ張られてもね。そうもうスパッと言ってくれるって、そういう人を好きになったてんてんちゃんは見る目があったっていうことで、お後がよろしくないですか。次行こう、うん、続いて普通歌大掃除来ております、うん、静岡県の
ニコちゃん、33歳女性ファイナンシャルプランナー SBS 静岡放送で聞いていただいております。マシャコンバイク。 SBS 静岡放送でお聞きのニコちゃん、そして皆さんコンバイク。突然ですがお二人には誰にも言えそうで言えないちょっと言ってみたい秘密はありますか？私には2021年も言えなかった秘密があります。もともと私はオタクで、変身願望が強いのかコスプレに興味がありました。しかし自分の容姿にはあまり自信がなく、ハロウィンやコスプレイベントのように大人数で集まって人前でコスプレを行う気持ちにはなかなかなれませんでした。ましてや昨今のコロナ禍、しかしコスプレはしてみたい。そんな理由で私は夜な夜な通販で買った某鬼退治系アニメの女の子の衣装を着て、リビングで一人静かに羊羹が入っていた後の竹筒に穴を開け、赤いリボンをつけて加工して手作りの口かせを加えているという、サイレントコスプレを夜な夜なやっておりますと。家族がいつ起きてくるかもしれない。ああ、一人じゃないんだね。一人じゃないんだ。あれきついですね。という緊迫した状況の中、ただリビングでピンクの浴衣を着て竹筒を加えることの一体何が楽しいのか、正直自分でもさっぱりわからないんですが、誰にも言えない秘密があるというのが楽しいのかもしれません。お二人はコスプレに興味ありますか？やるとしたら堂々とできますか？とズバリ言ってもいい？はい、お願いします。まずコスプレに対しては興味はございませんね、僕は。あ、それとでもまあやるのは全然構いませんけれど、お芝居としてはもちろん好きですよ。あ、ね、目的があってそのための手段でコスがあるっていうのは分かるんだけど、その人に合った服を着る、コスが目的になるってことはないかな。私もないですね。でもまあこういう方が本当に昨今たくさんいるっていうのは知ってますけど、だからほら龍馬さんでも紋付き袴っていうか ね、そう、あれを着て髪を長くして雑に結ぶことによって龍馬さんになれるっていうのがあって、龍馬さんになって何をやるかだから、龍馬さんになるだけじゃなくって、龍馬さんになった上で何をメッセージするかっていうのが目的なので、そのメッセージが目的じゃないですか。あ、はい、日本をね、選択するもそうだけれども、はい、日本の夜明け勢もそうだけども、そういったメッセージを伝えるのが目的であって、そのためにはコスが必要でっていう、まあ、コスって言っていいのかどうか分かんないけど、コスだけが目的になることにはあまり興味がないんですよね、僕はね。だからまさにそのニコちゃんも言ってるように、誰にも言えない秘密があるっていう、その誰にも言えない秘密を無理やり作り出してるじゃないですか、その家族が寝てるところで、ええ、もうだから多分コスプレがしたいのか単にドキドキしたのかどっちなのか分かんなくなってるじゃないですか、多分、ね、ドキドキの方が多分上で、でもまあ限りなく安全なドキドキで、これまあ誰も傷つく人はいないじゃないですか。家族もまあびっくりして笑い話になる、ね、びっくりはするけど、何してんのっていうのはあるけど、でもなんかそれによって家族が一家離散になるみたいなことってないから、別に犯罪を犯してるわけじゃない、非常に安全にこうスリルを楽しんでらっしゃるんじゃないですか。だからその設定もファイナンシャルプランナーとしてとても上手にできてるんじゃないですか。危険な投資はしない、そうそうそう、利回りは低いけれども元本割れしないよっていう。ああ、なるほど、だそういうのも上手なんじゃないですか、こうファイナンシャルプランナー。昼はファイナンシャルプランナー、夜は、ペラペラ、夜は禰豆子として口に竹筒加えてる、一人静かに座ってるっていう。しかも喋んないからコスプレしても黙ってるだけなんでしょうから、ね、飲み食いできないでしょこれ。ねえ、ねえ、しかも決め台詞も何もないから、なんかただうーって言ってるだけだから、ねえ、はい、いや、いいじゃないですか。いいですね、ありがとう。そういうね、ひそやかな内容もいいと思いますよ。これからもそんなひそやかな、しめやかな、ただ一人で行っている秘密の行いなんかもお待ちしております。ここでもう一枚普通オタ紹介させてください、ラジオネームクロイさんは、香港にお住まいの女性、会社員女性の方、はいはい、マシャこんばんは。こんばんは。私は2016年から4年連続マシャライブに見に行きました。クロイさん、クロイさん、ありがとうございます。前回2018年全国ツアーは名古屋公演に行きました、コロナの影響で日本に行けないのでツアーライブに行きたくても完全に無理です、ですので
初日のダブルアンコール生中継をやっていただいて、海外のブロスにとって本当にありがたいです。いやいや、もうその思いはありましたよ。当然もう世界のブロスプラスのあなたに届いてほしくて、生中継のおかげで画面越しでマシャと少しつながれた気がしたり、うん、会場の雰囲気を感じられたりしました。ありがとうございました。いや、よかったです。生中継でマシャが世界中のブロスと言った時、涙が出るくらいに感動しました、うん、私たちのことも思っていただいて泣きたくなりました。もちろん実はネットの海外ファングループで、うん、みんながマシャのライブに行きたいなって、日本に行けないのでどうしようって、うん、エントリーしてみたらどうだろうかって話もたくさんありました、うん、でも今はやっぱりまだ行けません。涙、生中継でマシャが幸福論を歌っていた時感動しました。幸せでした。画面越しでマシャマシャーを叫んでいました、うん、2年前にパシフィコの冬館に行ったのも思い出しました、うん、私たちはマシャにいつかまた会えるかは分かりませんが、ずっと海外で応援しています、うん、ライブには今は行けませんがグッズ買います。うん、ありがとう。また会えるまでに頑張ります。海外にいる私たちを忘れないでください。忘れてないよ。今回無事にツアー完走しますように、くれぐれも気をつけてくださいねと、ね、頑張って帰って、ね、日本語で帰っていただきました。今までいつも来てくれてたんだね、クロイちゃんね、ありがとう。いや、すごいことですよこれ。海外からライブを見に来るっていうのはお金も時間も、そうですよね、お金も時間もかかりますから。それがまあ日常だったんですけれど、その日常がね、違う日常になってしまったっていうので、でもやっぱり当たり前に繰り返される毎日こそが幸せなのではないか、幸福なのではないかというのを描いたのが、まあ幸福論という歌で、うん、まあ、僕はあの選曲に関しては割と早い段階で、まあ、初日生中継ネット上でするということ、ブロスのみんなにね、ネット上で中継するということでいうと、もうこの曲しかないなっていうふうに思って早い決断ができてましたね、うん、今どうなんですかね。ちょっとこれ事前にこう収録してるんで未来のことがちょっとわからないんですけれども、そのオミクロン株なるものがどうなっているのかっていう、あ、やっぱり、ね、より感染する力は強いのではないかとかね、うん、まあ、一方でその感染する力は強いけど、その重症化するリスクはデルタ株なんかより低いのでは、いやいやそんなことはないかもよみたいな、いろいろこうまだ議論が続いてますけどもね、うん、結構海外のね、ヨーロッパとかね、あの感染者数がすごい増えてるっていうニュースある。やっぱりそのアフリカとの交流もやっぱり日本とかに比べたらね、あのより数も違うだろうし、まあ、あとやっぱり、まあ、もうみんな日常生活にも完全に戻っちゃってるんで、はい、それは移りやすい部分はあるのかもしれんなと思います、ね、どうなるのかっていうのはもう本当分かりませんけど、まあ、クロイちゃんがぜひね、またライブに来れるような日本になることをまず目指すっていうところでしょうね、うん、まずは ね, ね、そんなクロイちゃん、そして海外ブロスのあなたに幸福論。これが僕の幸福論。福山雅治と総口昭久の地底人ラジオ。さあ、ここからはですね、超一流週刊誌スパさんとの連動企画をお届けします週刊スパ年始恒例企画、男が選ぶ男嫌いな男特集2021-2022、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。郷さん、今年もよろしくお願いします。はい、毎年恒例のこの企画ですね。吉田郷さんでございます。はい、お願いします。よろしくお願いします。週刊スパ中村です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まあ、もうすうすお二方も感づいてはいると思うんですけど、まあ、今年のランキング圧勝ですよね。いや、もうね、まあ、それ以外ないだろうっていう、まあ、何を見ても大谷翔平さんがでしたね、トップ。ただまあ、こう結構このランキングの調査では間に合わなかったかもしれないけど、うん、ビッグボスも相当来ましたからね。あ、ですね、後半の売上は、はい、うん、追い上げてきたつもりはご本人ないと思うんですけど一気に染めましたからね、日本を、うん、いいですね。ニュースの数が違いますよね。楽しみですよね、うん、来年かけてっていう。
なんかその大谷翔平というその希代のプレイヤーと、うんうん、新庄剛志という希代のエンターテイナーが、うんうんうん、もしくもそのね、もともとは大谷選手もファイターズですよね、うん、吉田さんはだって2017年にインタビューしてますね。野球以外の話だけを聞くインタビューというのを指定されてどうでした？頑張ったんですけど全然野球以外の話が出てこないんですよ。それがすごかった。本当に無趣味で、うん、本はちょっと読みます。どんなの読むんですか？野球の本ですみたいな何を振っても野球の話になっちゃって楽しいというか楽しめてるというか、うん、そうそうそう。だから僕が間違えてると思ったのが、無趣味と思ってたら違うんですよ。趣味の野球が仕事になっただけなんですよって言って、それ以外の趣味がないだけっていう、うんうん、スパだと長年イチローさんがでしたね。でしたけど、うん、皆さんから見るとやっぱり大谷選手はイチローさんとはまたタイプが違う男というか、なんか感じ取るものありますか？なんか匂ってくるような。やっぱりイチロー選手は言葉の人でもあるので。あ、なるほどね。その非常にそのロジカル で、うん、で体の動かし方もロジカルでしょうし、うん、あの思考も非常にロジカル、うんうん、でおそらく大谷選手も非常にご自身のロジックで動いてらっしゃると思うんですが、その理論論理ロジックよりもさらに身体能力がまた高いんだと思うんですよね。ちょっと日本人にしてはやっぱりあの体って、体ともうね、でっかくすぎますからね。それでいてあのなんだろう、淡々としたキャラクター。そうですね、あの誰もが反感を買う要素ゼロっていう仏感がありますよね。そうね、いいっすね。神仏のごとく、もう嫉妬したら負けぐらいのレベルじゃないですか。あこの下にあの福永さんよく見る名前2位にあると思うんですけど、うん、なぜここに入ってらっしゃるんですか？僕は好きですけど当然、友人ですから。どういうご感想をお持ちですか？のこの陽ちゃんという存在も、今までいそうでいなかった、不思議ですよね、人ですよね、大泉洋という。そうですか、うん、いやもちろんチームナックスという、うん、北海道の、あの劇団出身なんですけれども、うん、はい、役者として出てきたというよりは、うん、水曜どうでしょうの、うん、面白い人みたいな、うん、普通はやっぱりそれで出てきちゃうとそっちが大きすぎちゃって、うん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 、後でお芝居がくっついてきてもなかなかそれがどうでしょうと並んだり、どうでしょうを超えたりっていう風になっていきにくいんだけど、そこにヨちゃんの場合はバラエティスキルの異常な高さがあり、あれは大泉洋だからこそ水曜どうでしょうは面白かったんだ。これは何らかのこう和芸なり、うん、バラエティ的スキルなりっていうその根本的に持って生まれた才能タレントがあるんだと、うん、なるほど。でそこにまあお芝居というものも、うん、その地形もあったと、うん、っていうその、まあ、二刀流とでも言いますか、うん、これまた面白い話が面白い。確かに昔からいらっしゃいましたけどね、うん、例えば、うん、役者さんで面白い人って誰になるんですかね。昔で言うと山城慎吾さんとかえらい役者イメージの方が減りましたよね司会とかのイメージ。そうそうそう、 でも役者ですよね。まあ、でもそうです、もちろんもちろん、そうです、ね、役者から出てきてうまトークうますぎて司会がメインになっていく。そうですね、うん、山城さんとか、うん、であと梅沢富美男先生もそうですよね。梅沢さんも、ね、歌もできてお芝居も舞台芝居もできて、うん、だけどテレビでのハマりも素晴らしいっていう、うん、そういった一連の日本の芸能界の流れの中の、うん、最先端のハイブリッドが大泉洋ということになるんじゃないですか、うん、このランクインには納得ですか ?2 位は。あ、納得です。納得ですが、うん、納得ですが。ですが。なんかあったっけ今年と思って。そうなんですよね。そう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 。珍しいタイプですよね。確かにそうですね。そう。ちょっとずつ上がってる印象。そうです。気がついたら。うん、気がつけば大泉洋。ああ、これは来年の1位が。もしかしてあるのかと、ちょっと楽しみではあると、うん、あの嫌いな男、坂上さん、まあ、あの
殿堂入り級の殿堂入りなんですけど、ネットニュースもね、今ちょっとそろそろ殿堂入りされるんですか。これもう5連覇なんで、うん、はい、殿堂入りの先輩の福山さんにちょっとジャッジしてもらえたら。やっぱ5年続く、5年取る、ナンバーワン取るっていうのはもう殿堂でいいと思うんですよね、うん、お墨付きでよろしいですかね。で、坂上さんにも来年からこの場に来ていただいて、ね、もう思いの丈を、はい、この特集の時はいつもなんかお互いのこう1年こう振り返るっていうのがあって、うんうん、吉田さんはもう変わらず。そうですね、今年面白かった話で言うと、三河健一さん取材したらむちゃくちゃいい人で、うん、あんなにいい人いないってぐらいに取材時のケアがすごいというか。何の取材だったんですか。まあ、ゲーム雑誌で、まあ、いろんな話聞くっていうので、うん、僕が三河さんの本いろいろ持ってってたら、持ってない本もあるっていうんで2冊ぐらい差し上げたんですよ。こんなのもらった以上私はいろいろ返さなきゃいけないぐらいな感じで、ドクロの置物とかスカルお菓子とかいろんなものを渡されて、超いい人、すごい至れり尽くせりの人でしたね。義の人なんですね、うん、筋を通し、そう、義教心といいますか、うん、礼儀も正しいし、すごいですね、うん、僕はなんか今年あのやっぱ井上康生監督はすごく、そうですか、うん、いや素晴らしいなと思いましたね。あの、いや今年の日本柔道は本当にすごかったと思うんですね、うん、でやっぱり井上監督になってからの日本柔道っていうのは、うんうん、この東京オリンピックに向けて、うん、日本で開催されるオリンピック、うん、そして日本武道館で開催される柔道の大会、うん、これももう負けられない戦いとはまさにこのことで、うん、絶対に勝たなければいけないと、うん、でさまざまな格闘技を柔軟に取り入れながら、うん、あの非常に指導者としても、うん、クレバーでクリエイティブができていて、でも何がやっぱり一番僕康生監督すごいなと思ったかというと、選手のために泣ける、うん、ああ、うん、なるほどね。メダルを取らせてやらなくて申し訳ないっていう、うん、本当にその指導者ってこういうことなんだなっていう、うんうんうん、なんか強くするとか、あの俺が言う通りにやったら、うん、俺が君の足りないところを見つけて、うん、そこを補強して強くしてやるっていうことじゃなくて、うん、全ての責任を俺が取るんだっていう、うん、だけど、まあ、それを強制的にこうなんかやってるわけじゃなくて、うん、大丈夫、責任を俺が取るから自信持ってやろうぜっていう、あれはね、泣けましたね、インタビューとかでも。もう今年一番感動した男でしたね、僕にとっては。あ、その視点はいいですね、うん、まあ、ちょっとそれをそれあれなんですけど、まあ、それを踏まえての、まあ、来年の二方の、まあ、展望というか、うん、展望ってまたざっくりですけど、うんうん、まあ、どういう男が愛されるのか変わらないですかね、ここはね、うん、いやでもなんか強しビッグボスは結構空気変えてくれるんじゃないですかね、確かに来年前半の、うん、いやもう来年の新庄ビッグボスはこれ、うん、ちょっと日本を明るくしてくれるんじゃないですかね、うん、そうですね、ああいう人必要だったなっていう、うんうんうん、いろんなものを超えた明るさと気持ちよさがビッグボスあるんで、うんうん、じゃあ来年の注目したい男はじゃあ新庄さんと、うん、そうですね、ビッグボスは僕はもうすごく期待してますね、うんうんうん、今年も本当に締めくくってありがとうございました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。福山雅治と庄口昭久の地底人ラジオ。それではエンディングです。お知らせでございます。ツアー開催中です、全国アリーナツアーで、そのオフィシャルグッズ、ね、ライブアイテム購入できます、絶賛販売中です。事前購入というのを今回
やらせていただいております。やっぱ寒いのでね、あんまり当日並ぶっていうのも大変なんじゃないかなという思いもありまして、事前購入会場受け取りという施策取り組ませていただいております。もちろん会場での当日の販売もございます。それとアーティストオンラインショップアスマートでの通信販売もございます。平和のバスキーホルダー販売中です。長崎くすのきプロジェクトの一環として、長崎の街を運行した平和のバスがキーホルダーになりました。現在アーティストオンラインショップアスマートライブ会場物販にて販売中です。平和のバスキーホルダーの利益は長崎市のくすのき募金へ全額寄付させていただきます。地底人ラジオ、引き続き君からのメッセージをお待ちしています。地底人ラジオを検索してメッセージをクリック、投稿フォームに行けますので、そこから送ってくださいね。ではでは、今夜はこのあたりでね、2021年、本当にお世話になりました。共に様々な活動に並走していただきありがとうございました。2022年もね、シリアーティがまず登場してきますけど、そちらの方でまずご一緒できる。そして9月の16日には映画ガリレオ沈黙のパレードございます。もうすでに来年は映画が2本あるという、教授と教授の振り幅がコントラストがくっきりしてますけどね。でも初の悪役なのでとても楽しみにしております、シリアーティ教授ね。その後は9月16日の湯川教授、楽しみにしていてください。2022年もよろしくお願いします。ここまでのお相手は福山雅治で R でした。ではまた来週まで、バイバイプーバイバイプー。地底人ラジオは音声配信アプリラジオクラウドとオーディでもお楽しみいただけます。アプリをダウンロードして地底人ラジオをチェックで R。 地底人ラジオはダンロップの提供でお送りしました。